バックスタンドを見る神戸総合運動公園陸上競技場は兵庫県神戸市須磨区の神戸総合運動公園内にある多目的競技場愛称ユニバー記念競技場。施設は神戸市が所有し神戸市公園緑化協会が指定管理者として運営管理を行っている。1985年夏季ユニバーシアードの開催に合わせ 神戸市磨幕の山林を切り開いて整備された神戸総合運動公園内に神戸市によりオリンピック誘致を視野に入れて建設されたスタジアムである。かつての建設予定地ではドラマ西部警察パート3第48話のロケが行われた。神戸市の条例上の施設名称は前述の通り神戸総合運動公園陸上競技場だがユニバーシアード開催を契機に愛称 ユニバー記念競技場が付与され、現在に至る。近年では、2006年のの自菊評庫国体の自菊評庫大会のメインスタジアムとしても使用。また、日本プロサッカーリーグに加盟するビッセル神戸が、1995年から2002年まで、ホームスタジアムとして利用していた。ビッセルの J 参入以前はガンバ大阪が、J リーグ開幕直後に、順本拠地にしていた。 三崎公園球技場が完成し、ビッセルは2003年より、ホームスタジアムを移転したが、これ以降もリーグ戦のホームゲームを年間1から3試合開催している。また、女子サッカーのイナック神戸レオメッサが、ホームゲームを開催するほか、年間を通して、中高生の陸上競技大会に使用されている。のジギーク国体に合わせて、これまでの電球式電光掲示板に代わって、 フルカラー LED のパナソニック製、アストロビジョンや、陸上競技用のコンピューターシステムもマットアスレ32陸上競技大会運営システム、球技表示システムもフィールドビジョンプロが導入された。ユニバー記念競技場のパノラマ写真ビッセル神戸、スタジアム、観戦、神戸総合運動公園ユニバー記念競技場、神戸首都市公園条例施行規則。ありがとうございます。